はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はバレンタイン2024のイベント感想戦振り返りやっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、感想戦する前に白銀のハト、今歯の矯正で歯の被せ物とかいろいろ取ってマウスピース使って歯の矯正ちょっとしてたりするんですが、その影響でめちゃくちゃ喋りづらいです。もう甘噛みがめちゃくちゃ怒るみたいな感じになっているんで、まあそこちょっとご了承くださいっていうのと、まあ慣れるまでねちょっと時間がかかってしまうんで、そこもご了承くださいっていう感じかな。まあ1ヶ月ぐらい経ったら普通に喋れるようになってるかなと思います。というので早速バレンタイン2024の振り返りしていこうかなと思うんですが、まず1つ目、シナリオですね。シナリオに関して普通に良かったかなと思います。なんかある意味王道っちゃ王道だよなみたいな感じで、まあサク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 、あ面白いなと思って読めました。で、実際ね今回に関してはアンドロメダ、そしてカロンですねの、まあ新しいキャラクターっていうのは変なのかもしれないんだけど、魅力的なキャラクターがポンポンと出てきてくれたんで、わーやっぱ新規サーバントが来るとその分テンション上がるなーっていう気持ちでちょっと嬉しかったです。やっぱりね規則性があるっていうよりも知らないキャラクターが来てくれる方が個人的にテンションめちゃくちゃぶち上がるんで、今回アンドロメダ実装してくれてよかったなっていう感じです。で、それと同時にカロンに関してもワンチャン実装される可能性があるかもしれないので、まあ、ちょっとそこは楽しみにしようかなと思います。ただ俺個人なんだけど、シナリオね普通に黙読するだけだった場合面白いなって思ったんですが、声に出すっていう意味ではなんかすげえ言いにくかったんだよね。他のイベントとかだった場合普通に読んでても、あ俺がただただ噛んでるだけだなっていうのがあったりするんですが、なんか今回ね、あなんかうんみたいな、まあ日本語が俺ねあんまり好きじゃないというか大嫌いなんですけど、大嫌いがゆえになんかここの日本語ちょっとおかしくないとか、なんかくどいなみたいな、ちょっと回りくどいなみたいな感じのやつが結構多かったなという印象が個人的にあったんで、シナリオ自体は面白かったんですが、文章として声に出して読んでみるとなんか思ったより言いにくかったな、喋りにくかったなっていう印象がちょっとありました。まあただこれに関してはあくまで配信してるがゆえの悩みみたいな感じなんで、普通の人からするとまあそこまでなのかなっていう印象はあります。まあこれはあくまで個人の意見って感じですね。ということでストーリーに関してはそんな感じでした。アンドロメダもカロンも普通に良かったねって感じです。で、キャラクターですね。まあアンドロメダ新しく実装されたんですが、めっちゃ好き、めっちゃ良かった。普通にねアンドロメダね、シナリオ読む上でねめっちゃ好きになってった。本当に良かった。なんかねキャラクターとしてね好き、こういう子というより元気な子がねここ最近めっちゃね刺さりやすいんですけど、アンドロメダバチクソ刺さったね。プラスまあ水着だなーって思いながら第二サイリンにしてるんですけど、まあこのサイリン姿も結構可愛い。第一も可愛いし第二も可愛いし第三はガンダムだし、なんかいろんな意味でなんか欲張りセットだなって思いつつ、まあ第二サイリンが一番個人的に好みだったんで、まあそこのところちゃんと活かしつつどうのこうのやってたんでちょっとテンション上がりました。普通にアンドロメダ良かったです。で、性能的なお話をした際もアンドロメダ、まあぶっ壊れとまではいかないんですが、普通に周回等で使える性能だったんで良かったかなっていう印象です。まあ高級なゲオルギウスっていうのはちょっと違うかもしれないんですが、まあ星5のライダーである程度耐久しつつぶん殴れるキャラクターとなってるんで、まあ今後周回とか高難易度とかで運用できていけたらいいなと正直思ったりしております。で、それ以外だと、なぜセミラミスは強化がなかったんでしょうか。はい、このことは永遠と僕は愚痴り続けます。本当に愚痴ります。だってさ、前回のバレンタインピックでセミ様なかったじゃん。で、今回セミ様結構活躍したじゃん。お、強化来るのかなって思ったら、なし！なんでっていう感じなんで、もう運営は多分ね、もうサーバントの強化をダーツで決めてるって勝手に思ってるんだけど、今回セミラミスは、ダーツの的にすら当たらなかったんじゃないかなって思ったりしております。悲しかったですね。で、カロンとかですね、まあレジライに関してはまあカロンがねどちらかっていうと 1.5 章のアガルタの太夫みたいな
形で一応差分が違うキャラクターとして実装されているんで、新キャラとして来るかって言われるとなかなか来ないだろうなとは思うんですが、レイとかで来てくれるとテンション上がったりするので、まあそこはちょっと楽しみに待っていけたらいいなと思います。まああとはカロンめっちゃ良かった。普通に良かった。なんか今回シナリオ読んでてキャラクターの深掘り的なことを言うと、いろんな可能性見ることができたし、なんかセミラミスはセミラミスでなんかあの天草のことずっと思ってるし、まあアンドロメダはねずっとのろけてるしみたいな感じで、結構幸せ成分っていうのがね高くてね満足いたしました。でその幸せ成分が高いと同時に、アンドロメダさんペルセウス実装しません？っていう気持ちにめちゃくちゃなっちゃったんで、まあ、CBC にペルセウスが来るかどうかはわからない、総称にペルセウスが来るかどうかはわからないんですが、ちょっと楽しみに待ちたいなっていう気持ちです。やっぱアンドロメダが来たんだったらペルセウス来てくれるとその分ありがとうやったっていう気持ちになったりするので、俺個人として本当にアンドロメダがゆえにペルセウスは早く実装されてほしいなと思いました。そして次周回面ですね。まあ周回面に関してちょっと自分ね、ちょっとここ最近忙しくてあんまり周回できていないんですが、まあ90プラで精霊魂と鱗粉、そして90プラプラで金平糖と儀式券、マジ神ですね。本当に前回の侍レムラントのイベントの素材は何だったのかっていうぐらいに、今回両方とも美味しい素材となっているんで、マジ感謝ありがとうっていう感じ。本当にね現金なんですが、90プラと90プラプラの素材が美味しかったら人って周回するんですよ。がっつり周回するんで、今後ねこういう、うわ一定層に需要がある素材がガン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 来てくれると嬉しいなっていう感じです。本当にね偏りが90プラと90プラプラってすごいんですよ。3回ぐらい鏡出てるし3回ぐらい酒出てるんでね、本当にゴミだなって正直言っちゃうぐらいに思っているんで、まあ精霊魂とか、まあ、コンペイトは結構あった気するんだけど、精霊魂とか全然来てない素材ですね、ここ最近だと血類とかも来てないですね。あそこら辺とかが来てくれると嬉しいなっていう感じです。なんか偏りをするんじゃなくて、ちゃんと毎回毎回ルーティーンがあって、この素材やってなかったから今回この素材にしようってしてくれるとめちゃくちゃありがたいという感じです。本当に素材の偏りほんまにひどいからね。そして次バレンタインのお返しですね。まあこれに関して、まあバレンタインイベントのメインコンテンツになってるかなと思うんですが、まあこれ普通に良かったです。まあまだねちょっと読んでないキャラクターがいるんで、ここら辺は後々読んでいこうかなと思ってはいるんですが、まあやっぱこっちが本編なんですよ。で俺あえてね読んでない理由なんですが、まだバレンタインイベントを楽しみたいということであえて読んでおりません。まあこのイベント終わった1週間後まではバレンタインのチョコって受け渡しすることが可能となっているんで、まだゆっくり読んじゃっていいんじゃないかなと思います。でそれと同時にね、やっぱね思った、バレンタインね3週間いらんって思いました本当に。で理由としてめちゃくちゃ単純なんですが、チョコの受け渡しに4週間あるんですよ。実質1ヶ月ですって考えた時に、そこまでやる人ってどこまでいんのかなっていうのと、期間としてまあ別にチョコを受けるもらう渡すは4週間にして、イベント2週間でサクッと終わらせて CBC やってくれるとかの方が個人的にはやっぱり嬉しいなと思ったんで、っていう感じかな。あとバレンタインのシナリオのこと考えた時に、やっぱりチョコの受け渡しがメインとなりますってなると、シナリオ今回ね結構さっくりと読めてサクッと終わりました。6日間ぐらいで終わったかな。で6日間からそれ以降の15日間チョコの受け渡しいるかって言われると、そんなにいらないなーっていう。でそこから15日間経った後、追加で1週間チョコの受け渡しがまたできるんですよ。長いなーっていう感じが正直俺はしてしまったんで、なんかこういうなんか集会がメイン、ストーリーがメインではない、なんかちょっとサブの要素ですね、チョコの受け渡しがメインなイベントに関しては正直イベントの期間は短くてもいいんじゃないかなと思います。まあやっぱこのイベントが終わった後もチョコの受け渡しができるっていう時点で、
まあやっぱりね、3週間いるか4週間いるかって言われるといらないよねっていう話になるので、うん、個人的にやっぱこういうタイミングはちょっと期間短くしてほしいなって思います。まああとあれだね、4週間3週間あってもやらない人っているんですよ。その人に向けて合わせるよりもがっつりイベントを楽しんでる人に合わせる方がやっぱいいよなと俺は思うので、できたらね、既存ユーザーがめちゃくちゃ楽しんでるアクティブユーザーっていうのをメインで今後もずっと見てほしいなって思います。まあこれは多分永遠と言い続けます。以上というので、今回、バレンタインイベントについていろいろ振り返ってきたんですが、こんな感じとなっております。まあシナリオ面白かった、キャラクター性良かった、集会めっちゃ良かったということで、今回のバレンタイン結構俺評価高いです。ただやっぱイベント3週間、今回のバレンタインだと報酬の受け渡しで実質4週間のイベントってなるとさすがに長いなっていうのがあったんで、そこの点数を考えるとまあ80、90点ぐらいなのかなって感じです。まあ前回のサムライレムラントはサムレムやってない人置いてけぼりじゃんっていうのがあったんで、それと比べると今回はやっぱりみんなが楽しめるイベントとなっているので、まあそこは良かったんじゃないかなと思います。でまあこのイベントが終わった後、まあ本日がね2月28日水曜日ということで、さすがに何か情報が出るんじゃないかって期待はしているんですが、情報が出なかったら僕はブチギレて中指を立てます。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.